中国国鉄6系型電気機関車は中華人民、共和国鉄道部が1986年に輸入した交流用電気機関車である。1980年代の経済発展に伴い、電革間の大幅な延長が見込まれていたが、当時の技術力が他国に比べて大きく立ち遅れていたため、技術吸収目的で鉄道部は数多くの鉄道車両を輸入した。 本形式もその中の一つである。日本の川崎重工業に発注され、日本国有鉄道の ED75 型と EF66 型をもとに設計された。収益後当時の中国製電気機関車と比べ、故障発生率の低さが認められ、以後生産された昇山3バイト型、昇山4型、昇山6型及び昇山7型は直接または、 間接的に本形式の技術を流用していたが、本形式のような低い故障率は望めなかったが、このように本形式の汎用性は後に中国で開発された電気機関車に大きな影響を与えた。1987年より、定州鉄路局の落葉機無断に85両前機が集中配置され、山岳区間で運用された。2000年代における 中国の鉄道技術の向上に伴い、20年を超える車歴の本形式も2008年に4両が廃車となった。2010年代に入ると本形式の老朽化はさらに深刻な状況となり、大量廃車が開始され、2014年3月21日の下放発落葉業6918、6919時、 旅客列車の落葉駅到着をもって最後の運用が終了した。本形式の運用は27年間に及び1両あたり平均396万キロメートル余りであった。ありがとうございます。